本の皆さん、こんにちは。南国大学校長のマーシこと吉川正弘です。今日からね、沖縄の心霊スポット観光地離島ですね、全部回るまで帰れまてんという企画が始まりまして、その一発目がこちらです。具志川グスクですね。沖縄本島最南端から攻めていこうということで、まずはこの具志川グスク跡に、来ました。三方がね、段階となっていて、皮膚地味と呼ばれる穴があって海へ通じているということらしいので、ちょっと行ってみたいと思います。まあ、グスクということなんで、おそらく琉球王国の城跡でしょうね。城と書いてハブに注意、グスクと読むので、これがその城壁とかの跡ということなんじゃないかと思います。なかなか昔マヤ遺跡のガイドをやってたんですけど、おお、こんな、あ、綺麗かも。潮干狩りとかできそうな磯になってますね。ほら、俺が外出てくると急に太陽が顔を出すっていうね。こう毎回これビデオ撮るたびにそうだから、俺のビデオ見返してみると分かるんだけど、いつも言ってんの、ほら太陽出てきたさあ、これがなんだっけ、牛川グスク。ちょっと足元はゴツゴツしてます。これ登っていいのかな。登っちゃダメとは書いてないから、登ってみよう。階段とも言えないような場所、一見ただのね、なんか石が積み上げられているように見える。どっから見るとちゃんとしたほら形になってるんだよね。わお、誰もいない。何百年か前はお殿様がいたんだろうな、多分具志川キングが多分ここにいたということだと思います。そんな歴史をね、足の下に感じながら、結構グラグラするね、石を進んでいくと、ちょっと崩壊防止のネットなんかがついている場所がありますね。絶景なり。なるほど、そっか、ここはね、あれだ、三方をね、崖に囲まれているから海から以外攻めづらい地形にあるわけだ。多分ね、そういうことも考えられてこの場所を選んだんだと思う。イエーイ、あら、結構見渡しもいいから、もし海からなんかこう貿易する人たちとか敵とかが来たとしても、まあこれぐらいちょっと高い高台に石を積み上げていれば、すぐ分かるということだと思います。こんにちは。さあ、ここがですね、ボノミの車を作る基壇と小口。階段は露呈していた基壇の中から検出されており、基壇と階段には時代差があると。なるほどね、徐々に、時代を超えて拡張されたりとか、してた、改装とかされてたんだろうね、きっと。崖の地形に合わせて U 字型に路面の
石垣が積まれていると。現在の石垣の話では石垣外面の噛み合わせが綺麗だ、外から積んだに違いないと。すごいね、崖に足場を組んで積み上げたということだから、何人か多分死んでんだろうな、きっと。ここはね、皮膚穴と呼ばれてて石灰岩の空洞になってんだ。石灰岩の空洞ってことは人が掘るってのは相当難しい、相当硬いから。そっか、多分ね、海の波とかでだんだんあれなんだろうな、削られたりとかして穴になっていったんじゃないかな。これをね、外から積むっていうのは大変だよ。あ、あそこの穴に繋がってんだ。すごいね、すげえ。人工で作ったみたいに石畳みたいになってるわけ。ほんまや。面白いね。あそこからちょっと俺海行ってくるわみたいな感じで出かけてった可能性もあるかもしれない。次はですね、沖縄の中でもいわゆるね、心霊スポット。